はい、こんにちは。これはですね、以前ね、購入した、巻き取り式の、ライトニングケーブルですね。激安の、ちょっとね、以前にも、紹介したことがあるんですけども、メーカーは、こういうふうに、ね、書きます。読み方がね、ちょっといまいちわかんないんですけど、ヘンリーテックとかね、ヘンリーテックとかね、いろいろな読み方があるらしいんですけど、はい、こうやって、ぐーってね、伸びてね、これは、何センチかな、60センチぐらいですかね。ちょっと、下の方にね、説明欄の方に、貼っとくんでね、以前ね、これ100何十円だったかなで買ったやつなんですけども、今回ですね、はい、新しいやつが出たということで買ってみたんですけどもね、ぶっちゃけでかかったですね。はい。以前のやつはね、本当に、手のひらサイズみたいな感じなんですけど、こっちはね、結構ね、ごっついですね。ですね、線がね、切れやすかったということで、対策済みの、ということで、ちょっと頑丈に、ケーブルの方もね、太くなったというか、ちょっとその辺がね、チェックしてみたいんですけども、はい、ということで今日は、巻き取り式、ケーブル、ライトニングケーブルのね、これについてちょっと見ていきたいと思います。はい、ということで袋から開けたんですけども、ちょっとね、デザイン的には、おしゃれになったのかな。はい。前のはね、なんか、いかにも安っぽい感じですね。はい。新しくなったやつですね。ちゃんとね、ロゴもね、入ってますし、はい。なんか作りがやっぱり、良くなりましたね。ちなみにこれは398円で、Amazon の方でね、購入したんですけども、はい。ケーブルがね、全然違いますね。見てね、ちょっと分かるかちょっとあれなんですけど、もうこれね、すぐ切れそう、いかにも切れそうっていう感じなんですけども、新しいやつは、すごくいいですね、これは。はい。このね、根元のところも、ちゃんとね、対策してありますね。USB の方も同じですね。はい、これなら、多少の、ことではね、切れないくなってるような気がしますけどね。はい、古いやつはどうしてもなんかね、もうちょっと無理しちゃうと、切れちゃう感じですよね。はい、はい、ちょっとね、これ長さはね、1メートルのやつ買ったんですけどもこっちも1メートルやったかな。全部巻き出すとですね、はい、中身はね、こんな風になってますね。はい、ちょっとね、カメラでは見づらいんですけども、一応ね、こっちに出してみますかね。はい、そうですね、はい、やっぱりまあまあこんなもんですかね。あとこれのこういう巻き取り式はちゃんと端っこですね、ここを持って、伸ばしてください、縮めてくださいっていうような、ことがね、書いてありますんで、はい、よいしょ。今度このやつはすごいリールの音がしますね、ガリ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 ってね。はい、はい、まあ外形はね、こんな感じですね。実際にやっぱりね、充電できるのかどうかね、それが問題ですよね。はい、ということで、こちらね、あるんでちょっと刺してみますよ。はい、あとやっぱ問題はここの大きさですかね。やっぱね、問題はここの大きさですよね。厚みがどうなってるのか、見た目にはなんか
以前のやつよりはちょっと薄くなったんじゃないかな、逆にちょっと薄くなったような気がしますけどね。はい、ですね、これですね、はい、こちらの、はい、ハイエンドベリーの、見えないかな、はい、の、ケースに入った iPhone、6 Plus ですね。こちらの方でさせるかどうかね、ちょっとこんぐらいのね、隙間しかないんですけども、刺さるかな、刺さりますかね。あ、充電できますね、使えます。これはこれさえつなげられれば問題ないんでね、あ、大丈夫ですね、充電済み、はい、 OK です、大丈夫ですね、はい。これが心配だったんですけども、今実際にね、比べてみるとですね、はい、ちょっと画面では捉えられるかちょっと分かんないんですけど、ここでね、私が見る限りでは、若干こっちの対策済みの方が、薄くなってる感じですね、はい、そんな感じです。じゃあちょっと次に、ですね、iPad の方に、繋いでですね、iPhone のやつが取り込みができるかね、ちょっと試してみたいと思いますけども、はい、iOS の 8.4 ですね、最新になります。はい、一応じゃあね、接続してみますね。写真の方は取り込みできるかな。はい、じゃあちょっとやってみますよ。ちゃんと出ましたね、はい、はい、こちらの方にも、読み込みですね、はい、読み込み、信頼しますかってことで、はい、信頼しました、はい、読み込みます。はい、写真をね取り込むために iPhone のロックを解除ということで、あ、出ましたね、はい、大丈夫ですね、これできちんと、読み込みの方もねできるということが、確認できました。はい、ということでですね、はい、今日は、新しい、ですね、はい、新しいバージョンのね、ヘンリーテックかな、はい、の、コード式ディール式、ライトニングケーブル、はい、こちらの紹介をしてみました。またしばらくね使って、何かあれば、コメント欄の方で、追記したいと思いますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、以上になります。